かな、炉の方は上からでしょうけど、はい、ゴンドラスの場合はアパーですからね。ただその構えたら見られればいいんですけども、自分のコンセントレーションが悪い時はダメですね。危ない、非常に怖がりますね、こういうバッター。センターバック。ああ、見上げたホームラン。第9号のゴンザレスホームラン。これで、やっぱり怖かった通りですね。まずいですね。スタンドのお相撲さんが知り合いなんでしょうか。熱狂に喜んでおりました。これで4対3、1点差。今小川さんね、打った瞬間で堀内さんがね、人差し指くるっと回されたんですよ。僕ね、前よく打たれ